イエイエイ。下手くそ。下手くそ。なんでこんな泡立つの？氷入れてるからさ。え、冷えてないんじゃない？コーラがまだ。ああ。多分。もうどうしたらいいんだこれ。え、もう待つしかないよ。まあ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 。いいんじゃないの。はい、食べまーす。食べまーす。じゃあ、え、何人祝い？あれでしょ？俺の復活祝いでしょ？おめでとう。ありがとう。あ、コーラ美味しい。さあ、うん。食べてね。うん。食べるね。食べますね。すごいね。さっきラーメン食って。なんでラーメン食べた後にさ、またお弁当食べれる？うん、いや、もう、今はそういう時期なんだよね、きっとね、俺の中で。そうなの？まあ、いいのいいのいいの。こういうのは。だって俺もうあれよ。いただきます。何？甘いものも買ってきたけどさ、うん、お腹いっぱいすぎて、もうこれもちょっと、いや、食べるけど。いいよ。食べなくていいよ。食べる。食べる。うん、何？ちょこっとでいい。うん、っていう感じ。うん、美味しい。あ、でも美味しそう。安いよね、それね。うん。ああ、うまいね。うん。どうしよう。いや、無理して食べなくていい。でもケーキ美味しそうなんだよな。このチョコレートケーキ食べてみようかな。うん。うん。あ、うん。美味しい。美味しい。なんかね、うん、生チョコって感じ。生チョコケーキ。うん。美味しいよ。美味しい。てか、はい、やっとなのよ。何が？咳が落ち着いた。うん。完全ではないんだけどね。ちょっとまだ、あれじゃない？声もさ、うん、そうだね。若干違うよね。でも、もう、かなり良くなった。良かったじゃん。おめでとう。ほんと良かった。気管支炎になっちゃって、で最初なんか、あ、咳っぽいな、みたいな感じだったけど、うん、でも、すごかったもんね。夜、寝てる時の咳が。うん、そうだね。発作みたいなね。で、病院行って薬もらって、うん。どれくらいかかったんだろう。2週間くらいかな。まあでもそれくらいで収まってよかったよね。うん、なんかさ、うん、ひどい人ってさ、何ヶ月もかかるんでしょ。うんうんうん、90日までは気管支炎みたいなのが書いてたもん。そうそう、書いてた。よかったね。うん。うん。よかった。あ、え？服落ちた？服落ちた、多分。ちょっと取ってくれ。うん。ありがとうね。ああ。なんかめっちゃ最近食べてる。でもいいの？なんか、モチベーションはさ、自分で保つべきだからさ。食べたい時は食べて。うん。うまい。うん。うまい。ありがとう。え、なにもちまるじゃん。ねえ、私も仲間に入れてって。うん。私もご飯食べさせて、つって。ご飯もちまるご飯のまだ残ってるの、朝の。朝のご飯が残ってるんだよ、あんた。自分のご飯もしっかり食べてから。うん、ねえ、そんな可愛い顔してみてもダメよ。ねえ。食べたいね。食べれないよ。ほんと匂いだけよ。逃げるんかーい。逃げるんかーい。いるよ。だからさ、マジでさ、一週間以上、本当に久々にお酒を飲んでいない。ね、マジで偉いわ、俺。え？ねえ。偉くない？その代わりっていうか、そのおかげで、うん、ちょっと治りも早かったのかもしれない。そうだね。まあ、よかった。よかった、よかった。てかさ、お酒を久々に飲まなかったから気づいたことがあるんだけどさ、うん、朝の目覚めが本当になんか、いい。本当に。体がね、軽いよね。うん。起きた時の。うんうんうん。いや、なんかお酒、やめたらもう。やだ。やめなさい。やだ。うん。いいことないから酒飲んで。やだ。やめなさい。やめろ。やだ。なんで。もう、それを楽しみに生きてるのに毎日。わかるわかる。いや、でもなんか、たまにやっぱ飲まないっていうのもありかなとは思ったけど。うん。やっぱ朝の目覚めが違うもん。そうなんだ。うん。価格ね。かっこいいよ。かっこいいね。かっこいい。かっこいいけど。何？けど何？タイプじゃないの。俺はタイプ。なんでよ。小島よしおの真似してんの。かっこよ。もう最近もう、本当に翔ちゃんはこの人ばっかり。そうそうそう。もう何を見るにもこの人。そうだね。
インスタもこの人、ツイッターもこの人、YouTube もこの人、ばっかりね、テレビもこの人が出てるドラマとか、番組を見てる。これ何踊ってんのかね、これ。だから小島よしおのマネージャー。そんなの関係ねえよ。やってたね。うん。何これ？ライブ？なんか、インスタライブが YouTube になってた。ああ、ほら、小島よしお。ほんとだ。そんなの。そんなの関係。あ、ほんとにそんなの関係ねえやってんだから。やってるかもしれない。そうなの？うん。あ、やっぱそうだよ。そうか。うん。やっぱそれはそのこういうサービス精神旺盛なとこもいいよね。ね、確かに恥ずかしがってるところも可愛いんでしょ。なんか何でもさ、かっこいいからさ、うん、何でもいい風に捉えられるよね。そうね。かっこいい人の特権だと思う。それ特権ね。今日も天気めちゃくちゃいいね。ねえ、今寝る時間ですよね。そうよ。今寝とかないと夜遊べないよ。遊ぶって大した遊びもしてないけど。いやもうエンドレスボール投げ。そうそうそう。俺食べれないんですけど。うん。なんか自分が抱っこしたんじゃないのよ、もちまる。だってさ、もちまるがカイカイしてくるからよ。食べてね。食べます。食べるですね。食べました。俺もうラーメンでお腹いっぱいだから今。うん。どう？うん。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 美味しい。うん。あ、美味しい。うん。ドーナツからのまた、生姜焼きに行くんでしょう。うん。すごいわ。うんうん。うま。うん、うま。あ、おいしい。うん、これうま。ね。うん。昨日久しぶりにさ、仕事で車に乗ったんだけどさ。うん。だから普段も電車移動ばっかりだからさ、うんうん、車乗らないじゃん。うん。首都高とかにも乗ったのよ。はい。怖いよね。久々の車。うん。自分が運転したわけじゃないけど、助手席に乗っててさ。うんうんうん。まあ安全運転な人だったんだけどね。うんうんうん。でも急にさ、車がわーって横から入ってきたりとかするじゃん。追い越しとかね。するするする。うん。怖っと思って。そうか。しょうちゃんもあれじゃん。最近さっていうかさ、バイクに乗るのがさ、趣味みたいになってるからさ。うん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 。よく言ってんじゃん、しょうちゃん。なんで言ってんの？あいつが。いや、ほんとにね。こういう車が、とかさ、チャリが。思うよ。ほんとに思う、それは。なんか。危ないよ。ほんとにやめてほしいし、うん。なんか何も得しないし、ほんとに危険な運転しないでほしい。ね。マジでほんとにそれは思うし、あの、歩行者も歩行者で良くないとこはある。うんうん、まあそうね。なんかでっかい道路とかでさ、無理に横断してこないでほしい。ああ。あれほんとに危ないから、マジ。結構車スピード出してるのでね。うん。行くじゃん。うん。で、なんか、雨の日とかさ。うん。もう、あんま乗らないようにはしてんだけど、バイク越えてて雨降ってきた時とか、うん、もう仕方ないじゃん。もう家に帰るまで。うん、雨で。そうね。で、もう、なんか道が、まあなんかあんま視界も悪いし、うん、で、その中に急にさ、あのさ、横断してくるのよ。うん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 、その時さ、急に止まんなきゃいけないの。それも危ないじゃん。ああああ本当に、ね、あの、気をつけてほしいのね。ああだから横断歩道があるからさ、信号もさ、あるしさ、なんでそれを守らないの？マジで。それを守った方が絶対周りもいいしさ、みんな、うん、そんなに早く帰んなきゃいけないのって思う。ああ。そうね、うん。やっぱそこが近道だったりとかするからさ。そうそうそう。でもさ、車がバンバン通ってるからさ、やめた方がいいと思う。マジで。気をつけた方がいい。翔ちゃんとか、ほんとなんかさ、うん、信号を守るじゃん。横断歩道とかの。信号守って。なんかさ、あるじゃん。横断歩道あって、うん、信号機ついてるけど、あの歩行者用の、うん。もうほとんど車が通らない道路についてる横断歩道とかってさ、やっぱもう、大丈夫かなってパッて行っちゃうような時あるじゃん。ああ。でもそういうの絶対しないよね、翔ちゃんに。どういうこと？しないでしょ普通しなくないすんのでも見てたら結構いるよ通勤の時とか。車はでちゃう。通勤、あの、あー、そっちか、歩行者の話だ。そうそうそう。あー。車でやってたらさ、もう完全アウトじゃん。でも歩行者の人でさ、やっぱ信号を無視してさ、赤でもう横断歩道渡っちゃう人とかもいるじゃん。俺、翔ちゃんがさ、あの、ちゃんと信号守る人だからさ、俺も守るようにしてる今。あとさ、横断歩道をさ、うん、歩行者が歩いてる時にさ、こう渡ってんのにこう来るよ。あれ本当にやめてほしい、マジ。あれ何なの本当に、ま、本当にあれやめた方がいいし。てか、あのさ、うん、
警察官もたまにいんのよ。でもさ、警察官注意しないの。あ、そうね。あれなんで？なんだろうね。なんで注意しないのって思う。めんどくさいじゃん。いや、もういい。本当にわかんない、マジ。でも、罰金とかもあるんじゃないの今って。なんか、チャリでもさ。ある。あるよね。あるけど、なんか、本当に注意しないし、警察も多いと思う。バイクとかね、うん、車ほどじゃないもん。そうだね。多分、同じタイミングでさ、うん、交通ルールを、ま、なんか違反したらさ、うん、絶対バイクとかの方に行くよね、警察はね。まあ、そんなこともありますよね。交通ルールは守りましょうね。いや、大丈夫よ、ここのチャンネルの見てる人。そうね。大丈夫。でもね、本当に原付乗ってるとどんどん抜かされるからさ。うん。なんか、無理に抜かされる。ああ、うん。思うね。言うてそこまでね、スピード出ないしね。マックス60くらい。多分、出たとしてね、フルでやったら60だね。でも、法定速度は30キロでしょ。30キロって言ったら結構遅いよね。遅い。ね。うん。で、なんか煽ってくるじゃん。車とか。なんか鳴らさなくてもいいのにプーとか。うん。だからやめてほしい。なんか、なんでそんなことすんのって思う。なんだろう。ね、邪魔って思われてんだろうけどね。うんうん。あとさ、あれよね。なんか、子供乗ってますっていうステッカー貼ってる人とかに、うんうんうん、犬乗ってます。いるいるいる、うん。そういう人に限って煽るのよ。ええー、これみんながみんなじゃない、うん、みんながみんなじゃないけど、そういう人がいるってことね、多いと思う。なんか自分が譲ってほしい子供いるから、ちょっとま、うん、優しくしてくださいって周りに言ってるためのステッカーでしょ、うん、そう。なのにさ、自分がさ、そういうの良くないと思う。いや、確かにね。良くないと思います。良くないと思います。本当に。30歳超えて、うんうん、売れたか、30歳超えて売れたから、うん、いい感じなんだなって思うの。どういうこと？なんか昔の写真とか見たんだけどさ。ああああ。まあちょっとやっぱ幼かったりして、今が一番素敵なの。そうなんだ。うん。だから30歳超えて売れてよかったなってちょこっと思うね。ああ。うん。遅咲きっちゃ遅咲きなんだね。そうみたいだね。だってこの人が、10代、20、何歳からやってるか知らないけど、そんな20代の頃とか知らないもん。うんうんうん、こつい最近じゃない、うんうんうん、テレビでよく見るようになったの。そうよね。そう。でもなんかやってたんでしょ、うん、もともと歌手とか。あ、歌手が歌手志望なんだっけ。そう。歌手志望っていうか、ミュージシャンなんだよね、うんうん。でもなんかデビューライブが、うん、観客一人だって。すごいね。すごい。すっごい成り上がり。うん。で、未だにその一人のお客さんはさ、ファンなのかな？いや、どうかな。どうなんだろうね。そしたらなんかもう感謝でしかないよね。うん。そんな最初から今までずっと応援してくれてるとかだったらさ。ちょっと最初、さ、普段コメントしてない人とかにも教えてほしいんだけどさ、うん、実は本当に初期から知ってますっていう人ちょっとコメントで書いてほしい。あ、うちらを？うん。あ、そうね。でも結構いるとは思うけどな。どうだろう。まあ、どこか初期、俺ら始めたの2018年だから、2018年から知ってますっていう人いる。いるかな。いるとは思うよ。あ、でもさ、やっぱ途中でやっぱ離れたりとかね。まあ。そういうのもあるからね。うん、いいよ、それはもう本当に。好きな時に見てもらえればいいし。うん、確かに。うん。気になる。2018年の一番最初のさ、うん、動画とか見返すことある？ない、もう嫌だよ。嫌だよ。見たくないよ。よ。見る人いんの？自分のさ、動画とかでさ。ああ、いや、いるんじゃない？いや、もうあざとい。あざといわー。なんかもう、自分、可愛いですっていうのをなんかちょっともう分かってる動きだもん。そう。仕草だもん。これはちょっとまだ経験浅いわ。まだ分からない。ええー、絶対そうじゃん。いや、もちろん可愛いし、うん、と思うし、かっこいいと思うよ。いや、もうあざとくもさせてよって思うよ。まあ、うん、そうね。うんよ。翔ちゃんもあざとい時あるもん。そうかも。写真撮る時とかさ。いや、もう。決めるもんね。そりゃそうだろうがよ。まあ、俺も。俺も、顔は作るよ。作るよ。しっかり作るよ。もちまるちゃんなんで生まれるもんね、あんたね。羨ましい。うん。見てこの顔。いつでもどの角度も漏れてるんだ。うんね。
嫌いって言われないもんね、あなたね。うん。かわいいとかに。そう。最近お友達できたもんね、お散歩のね。でもやっぱ犬同士は興味ない。そうじゃないの。お互いに人間に興味があるんです。多分人間と接した方が得をするって思うから、多分犬は。そういうこと？うん。ああ。食べ物た、与えるし。餌とかね。そうそうそう。おやつとかくれるしね。得を考えるんだって。そうなんだ。うん。あんたもあざといね。あんたもうシーズーに生まれたことでも、もう勝ち組よ、生まれたことから。あんまペットショップで見なくない、シーズー。ああ、そうね。うん。持ち丸はすぐ買いました。ね。うん、見に行ってその日のうちに買ったやん。うん。でもなんかさ、自分がさ、うん。なんか産んだわけでもないのにさ、うん。なんでこんなに可愛がれるんだろうって思う。確かに。なんかね。ね、肉親とかではないのにさ、でもさ、ね、ちゃんと可愛がられるのってすごい、ね。愛情を注げるもんね。うん。でもなんか、もち丸が、うん。もち丸が不便なこと俺はないと自信持っている。ああ。ストレスとかあるかもしれない。いや、ちょっとのストレスぐらいいいでしょ。ああ人間だってみんなストレス抱えてるから、ちょっとぐらいストレス抱えてるよ。けど。世の中厳しいんだぞ。でも、うん、全然、そんな不便な思いさせてないと思って。そうね。うん。ねえ、もっち。そうね。今月の電気代心配よ、あんた。いいよ、ちょっと頑張ればいいんだから。そうね。バイオレンス。バイオレンス。バイオレンス。今日は何？夜ご飯です。そうね、夜ご飯で。寝てくれないの一緒に。ああ、その話ね。そうよ。とりあえず、うん、今のところ一緒に寝たい派。そう。別々派。うん。っていう話で。それをちょっと、伝えたい。弱いよ。いいの？それだけよ。それだけ？やばい、誰もいない。もう、とはならないよね。僕らから。まあ、お知らせ。うん。あります。